先生。おう、なんや？この前、みゆきさんが。黒井先生くらいの人でも続けられるんですから、教職って楽ですよね。って言ってましたよ。待ってください！行くでガス？しばら進行して水を飲んでも全然飲んでられない。好きなわけじゃないだからね。分かってはいるんですけど、途中で逃げてしまいまして。あれ、ミユキさんだな。もう逃げてしまったんですね。いろいろ理由をつけて。どうしましょう。